どうもシュートです。さあ今回もイフットボールアプリのとこ取ってきますけれども、今回はラリーガのエピックガチャ、ミッドフィルダーのエピックガチャですね。こちらのレベマ能力値解説の動画の方を取っていこうかなと思います。まあ、今回はベッカム、リバウド、メンディエタの3選手が登場なんですけれども、まあ3選手とも癖はあるんですけど、その癖がねうまいこと人によってはハマるタイプだとは思うんで、まあよかったら3選手ともしっかりと解説聞いていただければいいかなと思います。でまあ裏のハイライトに関しては、まあ優秀な選手はちらほらいるんで何名かは紹介しますけれども、まあハイライト目当てで引く必要はないのかなとは思うんで、まあ狙いのエピック引けたらもうその時点で全然撤退でいいかなと思いますね。で評価はいつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺はご理解ください。ではまずはハイライトから紹介していこうかなと思いますけれども、まあ面白そうな選手だけ紹介していこうかなと思います。じゃあまずはモドリッチとかギュンドアンに関してなんですけれども、まあ総合値はねいつも通り高い感じではありますけど、まあ全然過去最強っていう感じでは正直ないかなと思うんで、まあ今はこういうタイプあんまり強くないかなっていう気もしますし、まあビジョナリーのモドリッチとか、まあなんなら習慣モドリッチとか持ってたらもうそれでいいかなと。まあギュンドアンに関してもそうですね、まあ OMF でね薄適正なんで、濃い適正だったら良かったかなっていう感じはしますけれども、まあスピード瞬発力若干物足りないし、スキル的には優秀なんですが、まあちょっと微妙かな。ではまず面白そうな選手1人目はモイゴメス選手、身長176センチ、右利きの2列目からの飛び出しの選手なんですけれども、まあ逆足頻度精度最高なんで、その時点でね操作性こねやすさっていうのはものすごくいいかなと思いますし、まあ両足でいいパスシュートも打てるんで、まあそこも評価できるかなと。まあスピシュンはそんな高くないですけど、補正かけたらだいたいこんな感じで、まあ育成によっては OMF の裏総合値100までいきますし、まあボールキープめちゃくちゃ高くて頻度最高なんで、かなりこねやすいと思います。でそっからのパスとかはうまいかな。ただまあスキル的にはスルーパスミドルぐらいしかいいの持ってないんで、まあダブタコンカアウトワンシューとかつけるってなったら、まあそれほどの選手でもないのかなと思うんで、まあちょっとスキルがもったいなかったですかね。で次はロドリゴ・リケルメ選手、身長174センチ、右利きのチャンスメーカーということで、能力補正かけたらだいたいこんな感じになりますね。まあドリブル能力全部90以上で、パスも最低限、決定力も最低限で、スピード瞬発力は結構高い方かな。現役選手っていう感じではありますかね。エピックとかショータイムには正直肩は並べられないかなと思いますけれども、現役の中だと全然使える方かな。スキル的にはダブター、シューラーコントロール、スルーパス、まあぼちぼち優秀ですかね。ただコンカとかアウトとかつけてあげないと全部の適性では正直使えないかなと思いますし、ちょっとそこは微妙なんで、この選手もスキルがもったいないかな。スキルつけるほどでもないかなとは思います。では最後にベルトラン選手紹介しておきます。身長165センチ、右利きのアンカーということで、能力補正かけたらだいたいこんな感じになりますね。まあ守備しっかりできて、スピード瞬発力もそんなに悪くなく、キック力とグランダーパスが88もあるんで、いいパスも送れるかなと思います。で低身長なんで、まあ寄せの速さとかも結構機敏に動いてあるかなと思いますし、スキル的にはダブタ闘争心、インターセプト、ワンパと、まあそこそこ優秀ですかね。ただまあマンマークとかブロッカーも欲しいし、まあアンカーでワンボランチで165センチ使うかって言われたら正直微妙ではあるんで、ツーボランチ限定での起用にはなりますかね。まあでもツーボランチだったらそんなに悪くはないんじゃないかなとは思うんで、まあ一応今回紹介しておきました。ではここからはエピック紹介していきます。まずはベッカムですね。身長183センチ、右利きのプレイメーカーということで、能力と補正とブースターかけたらだいたいこんな感じになりますね。まあブースターはパスプラス2なんで、グランダパス、フライパス、カーブ、キック力がプラス2されると。まあ裏総合値101までいきますし、まあ右サイドハーフでクロス上げる要因として使うなら、まあそこそこ活躍できるんかなっていう感じはしますけれども、まあ CMF だったら正直、まあ全体的に能力なんか尖りすぎてて、ちょっと使いにくいなって思う部分もありますし、まあ2ボランチとかで使うってなったら守備能力も若干足りないかなと思うんで、守備12上げしてもディフェンスセンス70しかいかないんで、その育成もおすすめできないですし、まあ右サイドハーフでこんな感じで使うんがいいかな。まあ、このクロサーのベッカムと右ハーフのおすすめ育成で能力比較していくと、だいたいこんな感じになるんですけれども、まあクロサーよりも守備能力全体的に勝ってて、パスはどっちも上手くて、ドリブル能力はあんまり変わらない感じで、キック力はもう圧倒的に高いですね。で瞬発力も高くて、まあクロサーっていうスキルがやっぱり右の方は強いと思うんで、そこはね今回のベッカムは負けてるかなと思いますけれども、クロス要因は欲しいけど、クロサーの動きちょっと微妙であんまり好きじゃないんだよなっていう人は、右サイドハーフで使うにしても強いと思うんで、まあまあどっちが強いとかは人によるかなっていう感じはしますかね。純粋にまあパスの通り具合とかクロスの上手さだったり、その辺で考えるなら、まあ今回の方がいいんじゃないかなっていう気はします。では次はリバウドですね。身長186センチ、左利きのチャンスメーカーということで、今までリバウドはナンバー10だったんですけれども、そこがチャンメンになったんで、これはでかいかなと思います。でブースターは
はシュートプラス2なんで、ボルコン、決定力、キック力、フィジカルが2されますね。ブースターと補正かけたら大体こんな感じの能力になって、まあ最大の裏総合値は ST で104までいけますし、能力的にはね、ものすごいいいものを持ってるなと思います。ドリブル12上げで、まあ大体95以上までいって、ボールキープは92しかないですけど、グランダーパスも4上げで82で、決定力は2上げで85なんで、OMF とかで使うなら相当高い方ですね。で、スピード瞬発力も、まあスピードはまあまあいいですけど、瞬発はそんな良くないかな。で、キック力は100なんで、まあ環境向きな能力してるかなと。コンカとかアウトスピンキックもやっぱキック力高いと全然入りやすいんで、それもいいかなと思いますし、やっぱフィジコンボ、リコン85、85まで行くんで、なかなかこんな選手いないですかね。やっぱね、身長高くて、フィジカルが強い選手のスライドドリブルってなかなか取られにくくて、まあカントナとかクライフとか、フリットとか、今結構使ってる人多いと思うんですけど、やっぱ人気な理由はそこなんですよね。背負いもできるし、相手かわした時に、ちょっと相手の足が引っかかりそうな時でもフィジカルでごまかしたり、まあそもそも身長高くて、低身長の選手よりも足が長いんで、スライドドリブルの幅が大きくて、ボールを失いにくいっていうのがあるんですけど、リバウドはやっぱそのドリブル、僕も10試合ぐらい使いましたけど、できましたし、まあ正直ね、カントナとかクライフ持ってたら、まあ必要ないかなとは思ったんですけど、まあそういう系の選手何人も持っておきたいっていう、ハイ課金の人にとっては、まあ取っといてもいい選手なんじゃないかなと思いましたね。評価も SS 上げてますし、スキル追加したら、まあかなり化けれそうな感じはしました。で、スキル的には、コンカ、ミドル、アウトスピンキック、スルーパス持ってるんで、まあダブルタッチ、ワンタッチシュート、ワンタッチパス。あとはまあエラシコ最初から持ってるんで、足裏つけちゃったら特殊になるんで、それが嫌だったらちょっと足裏は無理ですけど、まあヒールトリックとか、スーパーサブとかもいいかもしれないですね。でかくてスライドドリブルしやすい選手が好きですっていう人にとっては、リバウドものすごいハマると思うんで、まあピンポイントでそういう選手が欲しかった人は狙いに行ってもいいかもしれませんね。ではラストはメンディエタ選手ですね。身長173センチ右利きのチャンスメーカーということで、この選手の特徴はやっぱり逆足頻度精度最高最高なんで、まあ両足で細かいタッチもできて、まあパスも決定力も底上げできるっていうところが強いですかね。ではブースターはテクニックプラス2なんで、ボルコンからグランダーパスにかけてプラス2されると。ブースターと補正かけたら大体こんな感じで、まあ総合値99までいきますし、やっぱドリブル能力非常に高いですね。でまあちょっとだけスピード瞬発力若干まあサイドの選手にしては物足りないかなっていう感じはしますが、まあもうちょいスピード欲しいってなったら、ドリブル10まで抑えて脚力12振りしてあげたら、テンハグのスピードプラス1補正で85まで持っていくことはできるんで、まあこっちの育成もありかなと思いますけど、まあドリブル高い方が操作性は良くなるかなと思ってこんな感じにしました。まあパスも最低限できますし、決定力はめちゃくちゃ最低限しかないんですけど、まあ右ハーフでアウトスピン持ってるんで、まああとはコンカつけたらなんとかできるかなと。カーブキック力高いんで、まあビッグタイムネイマール的な感じで、決定力の低さはごまかせそう。でまああとスキルはダブルタッチ、ヒールトリック、ワンパ、ピンポイントクロス、アウトスピン、足裏スルーパスとかもあるんで、まあ本当にコンカワンシューミドル、そのあたりついたらほぼほぼ完璧にはなれますかね。まあ今回登場してる選手の中で一番万人受けするタイプだと思います。低身長で逆足最高最高で、めちゃくちゃこねやすくて、両足でパスシュート打てて、キック力も高いし、スピード瞬発力もまあ数値上は低いですけど、ドリブル高いんで、まあそんなに足遅さも感じないと思いますし、まあなんかドナドーニとか好きな人にとってはものすごい刺さるタイプなんじゃないかな。こんなにドリブルしないよっていう人だったら、もう8ぐらいに止めてグランダーパスもっと上げに行ってもね、めちゃくちゃパス上手くてドリブルできるみたいなタイプでも使えるんで、個人的には結構この選手いいんじゃないかなと思ってますね。それでは今回ここでラリーガスペインリーグのミッドフィルダーガチャのレベルの登録値解説の動画の方終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ正直今回はもう言わなくてもスルーする人多いと思いますけど、スルーでいいと思いますね。だから今回ガチャ引くべき人は、まあクロサーのベッカムが嫌だけどベッカムが使いたかった人、あと何でもできる右サイドハーフ万能型の選手が欲しかった人っていう感じですかね。まあでも基本的にはまあトップクラスのガチスカ級で戦える選手はいないと思うんで、まあ何度も言いますけど、個人的にはスルーでいいかなと思います。それでは今回ここで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。